はい、ありがとう生態の、平野です。今回ですね、なんか、大阪の出張に行った時にですね、お客様から伺った話なんですけども、今アメリカの女性たちはですね、このブラジャーに、スマホをね、こう、差し込んでいるということが、流行っているというか、そういう方が多いそうです。でそして、その後にこう乳がんになった人たちを、調べたところですね、何人かの方が、その置いている位置にちょうどその腫瘍が、非常にたくさん見受けられるという、結果を発見した、ニュースが出ていたということを、お聞きして、ちょっと調べてみたんですけども、やはりそういうことがあるみたいですね。ですからなるべくやっぱり、身につけないこと、そして、寝るときにね、頭の、近くにね、置かないようにする。そして、男性も女性も一緒ですけども、お尻のポケットにね、長時間入れておかない。そんな、ちょっとしたことがですね、将来のもしかしたら、がんの、ね、予防になるかもしれません。これは本当に、分からないですけども、でも、ちょっとしたことで、ね、気をつけてもらえると、いいんじゃないかなということで、この YouTube で、お話しさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございます。